タはタイトにつくが狙っていこうというところ。佐藤拓磨かわしてブラッキンズのスリーポイントシュート決めた。開きましたクレイグブラッキンズ。点数の取り合いしてますし、はい、この辺りはですねブラッキンズサマーズうーっとカットした。これはナイスだ。そしてエアーズに渡っていく。始めたブラッキンズ決めた。うん、ノールックパス回してシュート決まった。そうですね、このねパスもですね実はディフェンダーの背後に行くように動いてるんですよね、はい、これよくご覧ください、ねこう後ろに行きましたよね、はい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 、彼がしっかりとそういうところに動くのとゴール近くにサマーズとクエリしかいなかったという形でしたよね。そうですね、開きましたね。ここはドライブだ。これで決めてきた。田川が決めてきました。まあなんとか島根にとってはまずペイント内で攻めていってそこからスリーポイントもというところになってきますが、カリドただやっぱりレイクスがしっかり動けている証拠でもあります。そうですね、佐藤拓磨だ。決めた。ここもスリーポイントシュート。もう隙にはさせないというところ。北川クエリが取った。そしてバスケットカウント。徐々にですが点差が詰まります。そうですね、コンセプトを重視してっていうようなところでしょうか、はい、うまくいく時間帯もあればうまくいかない時間帯もありますので。カリドユースケしっかりここも戦っています。シマレスタローマジックアミーシェーファーにコーティー人たちもですね相当こう自信があってこれもすごいいいパスでした。すごいパスでしたね、そうですね、この斉藤匠のバックパスからシェーファービーコーキーもう完全にディフェンスが斉藤に、ね、うまくあの攻略しましたよね、はい、今年は本当にこのピックアンドロールがうまく決まってここは斉藤のフローター。ここも斉藤からシェーファー。そしてまたしっかりとオフェンスのセットに入るがここはサマーズ狙っていた。完全に狙っていました。ではサマーズ中村最後まで仕掛けるシュートを払ってこれは OK 試合終了。しかしホームのシガレイクスターズ